ブロディック城ブロディック城はスコットランドのアラン島に現存する城である。アラン島にあるブロディック城のそばに停泊する外輪蒸気船のウェーバリー号。ブロディック城はおおよそ北緯55度59分、成形5度15分に位置している。この城はタワーハウスに分類される城である。ブロディック城は1510年に再建されてハミルトン公爵の城となっていた。ただ、 相続税の問題もあって、1958年にスコットランドナショナルトラストが城を買い取り、移行同組織が管理するようになった。同組織は、ブロディック情報保存のために、城の保護を行っているものの、下記は一般に公開もされているので、見学などは可能である。また、1710年に作られた、この城の庭園も、見学可能。なお、1998年には、 このブロディック上でザ・ガバネスという映画の撮影も行われた。ありがとうございます。